ポール・ワトソンはアメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス出身のバスケットボール選手。かつてはフレーズの州立大学でプレーしていた。NBA のオクラホマシティサンダーと2ー契約をしている。ポジションはスモールフォワード、シューティングガード。ポール・ワトソン・ジュニアは父、ポール・ワトソンと母、レーナ・ワトソンの間の子供として生まれた。 ケンディル・ワトソンと CJ ・ワトソンの二人の弟を持つ。幼少期はビデオゲームに親しみ、好きな選手はレブロン・ジェームズでバスケットボールの中でもダンクに魅力を感じていた。アリゾナ州フェニックスのパラダイスバレー高校に入学し、4年間シューティングガードとして活躍。キャプテンとしてチームを周優勝に導いて MVP に選出された。 NCWA ディビジョン1から6つのオファーを受けたが、コーチングスタッフに惹かれて、フレーズの州立大学への入学を決めた。新人にして全39試合に先発し、シーズンで平均10.0得点に4.4リバウンドを記録した。リバウンドについては、リーグ戦ではマウンテンウエスト地区の新入生の中でトップの数字だったほか、得点とブロックについても2位だった。 合計1136分をプレーし、1試合平均のプレー時間は29.1分であった。21試合で2桁得点に達し、2013年12月7日のユタ大学戦と2014年2月22日のユタ州立大学戦においてシーズンハイの20得点を記録した。この年、大学の歴史上3人目のカンファレンス、最優秀新人に選出された。 また、カイル・メ名シ・オールアメリカン、新人チームに選出された。この時選出されたメンバーには、アンドリュー・イギンス、ジュリアス・ランドル、アーロン・ゴードンらが含まれていた。ワトソンは、全32試合に先発し、シーズンで、平均11.1得点4.9リバウンドを、記録した。計戦66分、1試合平均33.3分を、プレーし、 計三百五十五得点、百五十六リバウンド、二十九スティール、二十四アシスト、二十三ブロックをマークした。フィールドゴールの確率は三十九点四パーセントで、三ポイントについては三十五五点パーセント、フリースローについては七十点零パーセントであった。二千十四年十一月十七日のブリストル大学戦ではシーズンハイの十八得点を記録し、 93から55での勝利に貢献した。3度にわたって2桁得点をマークしたほか、2015年2月28日のニューメキシコ大学戦では10得点とキャリアハイの12リバウンドを記録し、ダブルダブルを達成した。3年目のシーズンでは31試合に出場し、うち24試合に先発した。シーズンで平均7.7得点3.2リバウンドを記録した。 計748分、1試合平均24.1分をプレーし、計240得点、98リバウンド、21スティール、16ブロックを記録した。シーズンハイは2度にわたる15得点で、12試合で2桁得点を達成した。ワトソンの活躍もあり、フレーズの州立大学は2001年以来の NCWA トーナメント進出を果たした。 2016年3月12日のマウンテンウエストチャンピオンシップでのサンディエゴ州立大学戦ではフィールドゴールを4本中3本決めて68から63での勝利に貢献したほか NCWA トーナメントでの第3シードのユタ大学との一戦では11得点をマークした一方で出場機会が減少しレギュラーシーズン最後の3試合を 足首の負傷で欠場するなど、不完全燃焼なシーズンでもあった。ワトソンは、全33試合で先発し、1試合平均11.4得点5.2リバウンド1.4アシストを記録した。計六6 5分、1試合平均32.3分プレーし、計411得点、170リバウンド45、45アシスト、29スティール、 22ブロックを記録した。20試合で2桁得点を記録し、シーズンハイは2017年1月4日のワイオミング大学戦での25得点で、2016年11月14日のプレイリービュー A&M 大学戦では22得点に、加え、シーズンハイの10リバウンドを記録し、ダブルダブルを達成した。守備面でも2017年1月28日の、 ユタ州立大学戦でシーズンハイの4スティールを記録した。2017年3月30日に行われた2017大学バスケットボールスラムダンクコンテストでは、大学バスケットボールの4年生の中で最も優秀な段下8人のうちの1人として選出され、その様子は ESPN でも中継された。大学でのキャリアでは四年間で計百六十一得点を記録し、 同大学のチームにおいては、歴代16位の記録を残し、1000得点以上を達成した32人の選手の一人となった。得点面以外についても、通算で596リバウンド、116アシスト、92ブロック、106スティールに達した。2017年の NBA ドラフト前に、フェニックスサンズとのワークアウトを行ったが、ドラフトでの指名はなかった。 ラスベガスで行われたサマーリーグではトロントラプターズの一員として参加し5試合で平均4得点を記録した2017年8月にはトソンはドイツのバスケットボールブンデスリーガに所属する BG ゲッティンゲンと契約を結んだ約20試合ほどプレシーズンでプレーしていたもののレギュラーシーズンの開幕戦で6得点にリバウンドを 記録した直後に外国籍選手のロスター枠の制限の関係で放出された。ワトソンはドイツを離れた4日後に2017年 NBAG リーグドラフトにおいて1巡目全体5位でニューヨークニックス参加のウェストチェスターニックスに指名され契約を結んだ G リーグでの初年度には平均6.2得点3.4リバウンド0.9アシストを記録した。 翌年の2018年10月5日には、ニューヨーク・ニックスと10日間契約を結んだが、翌日に、ウェーブされ、そのシーズンも、G リーグのウェストチェスターで過ごした。平均8.2得点に4.8リバウンド1.0アシストを記録し、初年度と比較して向上が見られた。2019から20シーズン前に、ウェストチェスター・ニックスと、ラプターズ905の間で、 ワトソンと2019年 G リーグドラフト3巡目、指名権、フォワードの JJ ムーアと2019年 G リーグドラフト1巡目指名権でのトレードが行われ、ラプターズ905に移籍した。2020年1月にアトランタホークスと契約を結ぶまでに13試合に先発し、平均18.4得点7.4リバウンドを記録した。ニックス在籍時と比較して905では、 スコアラーとしての役割を任せられる場面が増え、オフェンス面のスタッツが倍増し、ポテンシャルの高さを見せた。2020年1月6日にアトランタホークスがワトソンと10日間契約を結んだと発表した。ホークスでは2試合に出場したが、無得点に終わるなどインパクトを残せず、1月14日にウェーブされた。ホークスにウェーブされた。 翌日の2020年1月15日にトロントラプターズとツーウェイ契約を結んだ。ツーウェイ契約ながら8試合に出場し、平均3.9得点1.9リバウンド0.6アシストを記録した。新型コロナウイルスの影響によるリーグ中断後のオーランドでの試合では、8月14日の117から109で勝利したデンバーナゲッツ戦で、 キャリアハイの27分をプレイし22得点6、リバウンドをマークした。また、G リーグでの成績もホークス遺以前と比べて、向上し、2019から20シーズンのラプターズ905での平均得点は19.0得点にまで、上昇した。2021年9月15日、オクラホマシティサンダーとツーウェイ契約を結んだ、レギュラーシーズンプレイオフ。ありがとうございます。